こんにちは、ごまおです。注目、eMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 インデックスファンドが信託報酬引き下げというニュースが入ってまいりましたので、これについてね、お話ししていきたいと思います。非常にね、人気な投資信託だと思いますので、これの信託報酬を、ね、引き下げるってことはね、非常に嬉しいニュースだと思います。はい、簡単にね、この動画を作っているごまおの経歴なんですけれども、うつ病で1年間休職した経緯がありましたけれども、その間で節約、資産運用、副収入などね、お金についての問題を解決し、自信をつけたことで、副職を果たしております。2018年、配当金受領額16万円、ブログ電子書籍で情報発信をしております。活目せよということでね、2019年11月12日からのスタートなんですけれども、eMAXIS SLIM シリーズの信託報酬が引き下げられますというね、ニュースが出ました。こんな感じですね。この4つの投資信託、非常に、ね、こう人気な投資信託たちなんですけれども、これがね、信託報酬引き下げますよということでね、お知らせがありました。信託報酬っていうのは、まあ、この投資信託を保有しているときにかかるコストのことですね。投資信託というのは保有している限り、手数料をずっと払い続けなければいけないという特徴がありますね。その手数料を払うことによって、そのファンドを、ね、運用してもらうっていうね、まあ、ことなんでね、まあ、必要経費っていう感じですね。自分でね、個別の株をたくさん買うのって大変なんで、こういう投資信託をね、利用することで、すごい分散投資がね、可能なんですね。それをやるには、まあ、手数料をちょっと払わなきゃいけないと。ただ、まあ、大した額ではありません。もう今ではね、有料なファンドでも、1年間に、0.1% 以下のね、信託報酬で済むっていうことはね、ついにね、もう今回で可能になってしまったので、0.1% ですよ、すごいですよね。まあ、1000円分持ってても、まあ、1年間に1円しかかんないわけですよね。1000万円持ってたら、まあ、やっと1万円の手数料がかかるっていうね、そんな感じですかね、イメージですかね。まあ、1000万円運用してたらね、年間で1万円以上はまあ運用益出ると思うので、まあ、そんなにね、まあまあ出ない時もありますよ。もちろん下がる時もあるんですけどね。まあトータルで見ればね、長期間、15年以上とかね、S&P500 に投資していれば、まあ、リターンはそれなりに 7% とかあるはずなんで、うん。その、ね、リターン 7% 見込んでの、ね、0.1% の以下の手数料だったらね、もう全然文句ないと思いますので、素晴らしい話だと思います。近年ね、信託報酬はどんどん引き下げる傾向にありますので、まあね、こういう投資家にとってはもう本当に嬉しい、ですことですね。で、特に注目すべきは、米国株式 S&P500 っていう銘柄ですね。eMAXIS SLIM シリーズのね、これ米国株式。まあ、S&P500 にね、そのまま投資できるっていうことでね、ね、非常に人気なんですけれども、これがまあ大幅に、下げたなっていう感じですね。0.15% ぐらいだったのがね、これですね。ここ0.088% になるという。これ素晴らしい下げですね。しかもこれですね、ファンドの純資産総額に応じて、さらに下げてきますよっていうことをね、言ってます。500億円未満の部分は 0.88% になりますけども、それよりね、500億円以上溜まってきたら、まあ、また下げてまきますし、1000億円以上だったら、また下げますよと。素晴らしいね、話ですよね。で、今回、この値下げがね、行われた理由なんですけれども、これかなと思ってます。SBI の新ファンドですね。SBI バンガード S&P500 インデックスファンドっていうのがね、発足しました。2019年9月の話ですね。これがね、信託報酬が驚異の 0.0938% 税込みということでね、これがね、やってくれたんですよ。0.1% 以下っていうのはね、このクラス、この米国にね、まるっと投資できる、まあ、S&P500 の連動型の、ね、投資信託で、しかも 0.1% 以下の信託報酬っていうのは、これはね、信じられないぐらい、業界ナンバーワンみたいなのを、ね、出してきてしまったので、まあ、これには負けてられないということで、今、PCS シリーズもね、下げてきたっていう経緯だと思います。このね、eMAXIS SLIM のね、人気の理由っていうことなんですけども、eMAXIS SLIM シリーズはね、今回みたいにね、手数料を下げますと。
競合するやつが、ね、出てきたら、まあ、業界最安の、ね、手数料にしますと宣言しているという、ね、シリーズなんで、常に最安っていうね、これを狙えるってことで非常に、投資家から人気があります。で、積立 NISA とかね、イデコでも投資ができるような有料のファンドとね、金融庁から認定されていますので、長期投資に向いている銘柄だと言えると思います。で、簡単にね、EMAX スリム米国株式の S&P500 の特徴をね、言っておきますと、まあ、アメリカの大型株全体に投資できるファンドであって、インデックスは S&P500 という超メジャーな指標、アメリカの経済成長を信じる人向けのファンドです。で、5万ウォンポイント投資で運用中で、米国経済が非常に順調に成長しているので設定されたファンドと言えるでしょう。で、ね、ポイントでも投資できます。これ SBI 証券と楽天証券で、それぞれね、T ポイント、楽天ポイントを使って投資できるんですけども、これ5万ウォンで実際買ってる、SBI 証券で T ポイントを使って買ったファンドですね。で、今回のこのね、紹介した EMAX スリム、米国株式 S&P500、これ100円分買ってますね。100ポイントで買ってましたね。で、SBI のね、バンガード S&P500 のインデックスファンドも、これは1000ポイント分ですけども、買ってみました。こんな感じでね、保有することもできますね。で、EMAX スリム米国株式 S&P500 を、ね、進められる理由としては、まあ、積立 NISA で購入可能っていうことですね。これは、まあ、選定されたものでして、金融庁の秘密付きがついてるっていうことですね。SBI 証券のイデコでも購入が可能なため、お勧めできますね。で、ここら辺の詳しいお話はね、別の動画で、銘柄紹介ということでね、お話ししてますんで、ぜひね、そっちの動画も見ていただければと思います。EMAX スリム米国株式の S&P500 の、信託報酬率が、まあ、今回ね、0.088%、あれは税抜きだったんで、これ税込みに価格にすると0.0968%になりますね。今 10% の消費税なんでね、こうなりますけれども、これと、あれってことで、ちょっとね、気がついちゃったんですけども、競合する、ね、SBI バンガード S&P500、今回9月に、ね、設定されたやつが税込みで 0.0938% だったんですよね。はい、なんで、まあ、業界最安っていうのはまあこれになるのかなっていう感じですね。あれ、EMAX スリムシリーズ、業界最安狙うんじゃなかったのっていうね、あれ、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ高いですけどね。まあ、こんなの誤差なんで、もう本当実質コストが出たら、まあ、どうなるかなんて全然わかんないんですけど、うん、だからまあ別にほぼ同じなんで、まあ、ほぼ 0.1% って感じですよね。だからまあ別にそんな気にすることなんて全然ないと思うんですけど、ただね、まあそこら辺はちょっと、プライドとかどうなんだろうなって思いますよね。まあなんかいろいろ事情があるんでしょうけどね。ただ、だから本当にこの 0.003% の差ですけど、今のところ最安はもうこっちかな、SBI バンガードですよね、P500。こっちの方がね、まあ、もう信頼たるこうバンガード社とね提携してっていうことでね、なんとなく こっちの方が、ちょっと有利な面が多いかなっていう気もしますけどね。はい、でもね、まあ、EMAX スリムシリーズのね、この米国株式 S&P500、これのチャートを見てみます。これは純資産額が、ね、1年で300億円までに膨れ上がってるっていうのが、まあ、これ、すごいことなんですよね。まあ、スタートしてね、まあ、どんどん増えていって、すごいですよ。1年で300億集まってるんですよ。で、500億円以上になるとね、また信託報酬下がりますよって言ってますから、このペースだとね、もう1年ぐらい、やっていけば、もうね、どんどんお金集まってくるんじゃないかなって気がしますね。またね、信託報酬を下げられる余地がどんどん出てくるということですからね、非常にいいことかなと思います。はい、で、P500 に連動するようなね、似たような投資信託ってはいくつかあります。楽天バンガードの、ね、全米株式っていうのも、これは、厳密には S&P500 じゃなくて、別の信用なんですけど、まあ、ほぼ S&P500 と一緒ってやつですね。で、今回比較した SBM 番号で S&P500 もそうですし、 iFree の S&P500 インデックスファンドもね、こういうものが競合するファンドになってきますね。どれもね、有料なので、まあ、どれが一番いいっていうのもないんですけどね、まあ、本当にあとは好みで選んでいただければと思います。
で、購入できる証券会社のおすすめは、まあ、ダントツでこの2社ですね。SBI 証券と楽天証券ですね。どっちもね、T ポイントと楽天ポイントのね、ポイントで投資もできますし、まあ、手数料、売買手数料とかもね、全部安いので、こういうところでネット証券で買うのがいいと思います。で、楽天証券に関してはね、楽天カード払い、をすることができますね。月に5万円までなんですけれども、投資しなくてもカード経由で買うことによって、そのカード払いで1%の楽天ポイントをゲットできる。5万円分の投資信託を楽天カードで買えば、1%の500ポイントがゲットできるってわけですね、1月にね。それ繰り返していけばね、どん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 ポイントが溜まってきますからね。まず信託報酬の0.1%なんてね、もう無視できるぐらいのね、ポイント溜まってきます。ということでおすすめですね。まだ口座開いてない方はね、この動画の詳細欄にリンクつけておきましたので、口座の開設方法が説明したページに行けるようになってますので、ぜひそちらをね、見ていただければと思います。こんな感じですね。投資信託の最新情報なんかもどんどん発信していこうと思っています。ブログで、ツイッターで、書籍、YouTube で発信しております。このままね、まあ、インデックスファンド、今回紹介した、ね、投資信託よりも、米国の株式の ETF である VYM っていうのを、ね、メインに投資してますんで、その、ね、内容とか、この本電子書籍で読めたりするので、よろしかったら、ね、そちらも見ていただければと思います。最後までこの動画見てくれてありがとうございました。よろしかったら高評価いただいたりとか、コメント、あとチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。